日本一詳しい芸人メーカーを作ろう。はい、ということでだいぶ久しぶりの企画でございますけど、はい、我々のニューヨークチャンネルの、名物企画でもございまして、久しぶりですね。そいつドイツ編でございます。あ、出た。もう1年以上やってなかったんですけど、久しぶりに。確かにね、その間には結構鬼越トマホークやってくれてましたね。久しぶり我々もやろうかっていう感じで。もう超えてんじゃないか、鬼越、俺らがやった回数とか。うん、まあ、そいつドイツ最近、ラビットとかでも一緒になるし、キングオブコントも一緒に出ましたし。そうだね、よく一緒になる後輩で。この1年結構ない、なんか関係がね、深くなったんじゃないかなと。刺身とはね、それこそ高円寺芸人仲間でもありますし、そうね、まあまずじゃあ、市川刺身、本名市川冬樹ね。はいはいはい、冬樹です。本名はマックスやけどね。冬樹、冬樹いい名前なんだよ。いい名前、はい、本名はもう10です。本名入れていいんじゃない、マジで。本名入れようかもう、うん、あまりにも衝撃やったから、うん、刺身の本名が冬樹やって気づいた時に、うん、それも、ね、実は高円寺メンバーでずっとちょくちょくたまに飲んでたんだけど、うん、知らなかったんだよね。知らなかった。元と一緒か。そうだから元さんがいるから、あ、ちょっといじられてたんだっけ学生時代それで。うん、それもあるし、そう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 、学生時代結構そういじられてるのもあって、うん、芸名を考えてつけたんですよ、ね。元文さん本当にありがとうございました。私が10位になるって最高でした。厚さ10。元文さん。松本は何やろな、本当にいいとこ言おうか、松本の、うん、いや、いいとこ言ってこ、後輩だから。松本はやっぱりね、これはもうトークがもう10はちょっとハードル上がって、8ぐらいしようかな。面白いね。面白い、松本の話は。自分の話はあんだけね、面白く話せないよ、やっぱ自分の情けない話って。それが伝説のね、まあ松本のこの丸々松本にトークしてもらった回ありますけど、うんうんうん、あれはもう伝説だよね。面白い、うん、水道橋博士がもう本出しませんかってSNS で言ってきたぐらい面白い。そう刺身もエピソード強いの、実は学生時代ね。あ、話してもらったりしましたけど、でも刺身は他の人の話するのが得意やねんな。 そこなのよ、うん、そこ9くらいいこうか。自分とね、学生時代のエピソードもすごいんですけど、うん、なんかまあちょっとなんかいじめられてたじゃないですけど、うん、でもね、もう本当にね、いろんな人の確かに話を持って引っ張ってきて、ゴシップとかもそうやし、そう、記憶力がすごいのよ。あ、でこの間誰々がこんなことあってっていう話が、うん、ものすごい上手。確かに本当そうやね。楽屋ニュース系の話とか、うん、変なやつの話は本当にいいね。あとその人となりを知りたくて喋、うん、りかけに行ってるみたいな、ね、スパイクの小川さんとかね。確かに、だからルポライター系というか、そうこの人はどういう人なんだろうって気になったら、うん、率先して喋りかけ行ってこう、確かにエピソードを引き出すっていうで、そういうやつってちょっと警戒されたり嫌われたりしがちやけど、なぜか何も嫌われずというか、いやすごい懐に入っていくのがうまいんやろな、うん、竹馬本当にいいとこか、こじゃなんて言うの、切れた時のあいつ。あー、なるほど。そのはい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 、あいつってなんかクールな見た目でなんかこうセンスみたいなこと言いそうやけど、うん、実はその肉弾戦が得意というか、ほんと素手頃の殴り合いが一番得意なの。まあ、あいつの本意ではないかもしれないけど、あいつの本意ではないかもしれないけど、誰かと喧嘩してる時のあいつが一番面白い。ぼる塾の兄ちゃんとね、アメトークでやり合ったりとか、僕らの YouTube でも喧嘩してくれたりしましたけど、うんうん、それこそなんか俺らと一緒にその高俊さんのね、北海道のあのジンギスカンの番組行った時も、うんうんうん、やっぱ高俊さんにいじられまくった時の、そうやね、だから返しね、お笑い濃度が濃ければ濃いほど実は輝くのはこいつやねんな。刺身の方が例えばヒルナンデスとか、うん、なんかそういうポップな番組でちゃんとこう、うん、芸人っぽいことできるけど、こいつはもっとこうよりディープな本当の殺し合いみたいな現場の方が輝く、うんうん、インファイターというか、そういう時はあいつはやっぱもうめちゃくちゃ面白い。ロンハーとかで誰かと喧嘩するのが定番とかになったらもう無双すると思うけどな、あいつは、うん、でもあいつは不本やと思うけど、それは毎回いやと思うけど、ね、でもあいつはネタとかも実はこの完全にこいつがネタ書いてるっていうそう、これすごない？そいつドイツってなんかさ、二人で考えてそうというか、うんうん、
実はもう設楽さんぐらいこいつブレーンやから出たに関しては確かにバナナマンさんみたいな、バナナマンさんぐらいパフォーマーとブレーンのコンビやから、空気階段ですらどっちもなんか書いてるやろ、たまあいつらってなんかふわっとしてる、そうだね、塊だけじゃないやろ、うん、完全にこいつが書いてるんですよね、あんなにいじられるやつやねそこがやっぱ俺も途中でわけわからんなる時あるから、え、こいつがこのそいつのやつネタ書いたいもんなってなんか変な感じになる時ある、ネタ熱いからね、やっぱネタに対してめちゃくちゃ熱いからね、うん、ストイックだよね、すごいと思う、やっぱまずあの芸歴で決勝出てるのもやっぱだいぶすごいし、実はね、そっか、何年目だ今、19か、うん、レインボーとか同期やから、うん、なんかカエル亭よりも1個下やねん、そっか、うん、あの去年のキングオブコント言ったらだいぶ後輩の方で、うん、そいつドイツ決勝行って、そのネタを全部こいつが考えてるっていうのは、そのネタ書きとしてだいぶすごいよっていう、うん、あんまりみんな気づいてないけどそうだな、うん、まあ刺身のプレイヤーもだいぶすごいもんね、演技がね、確かにな、映画出てますからやっぱ刺身は、演技は買い取ったったら、確かにな、演技は素晴らしいね、うん、こいつはだから芸人としてこう仕事ない時からいかつい演技の仕事結構来てたからな、今日から俺はとかね、うん、あという何だろう、何回も出てたんだよな俺映画見た時、飛んで埼玉、飛んで埼玉、もっと前から多分なんか出とってあいつ、今日から俺はとか飛んで埼玉より前から、演技はね、うん、やっぱりうまいですよね刺身はね、うん、演技何本、演技はもう9、もう俺も今なんで10にしなかったのか分かんない9ぐらい上手に、松本いろんな意味を込めて、まあ、見た目2ですあいつはいろいろまず小さい思ったより生で見ました、あの感じで、ね、あの感じで小さいやんなで髪型全く定まってない実はコロコロ変な絶妙に髪型変わってる、うん、で、お前の前言ったように服装もちょっとなんかセロみたいな服装してるもともとファッションセンスない全く、うん、だから毎回あんま分かってない本当は、毎回も分かんないから大胆なイメチェンしてきて毎回聞いてくるこれどうですかこれ良くないですかだからもう俺も同じか分かんないけどあいつまだ太い芯がないのよファッションに対するあだからもう分からんだから本当大胆なイメチェンもしてもそうだからもう逆に刺身はめちゃくちゃ太い芯だろファッションに関してはだから「ラヴィット!」の時ももう必ずセットアップできてねいやもうセットアップ、もうセットアップが一番なんだよみたいな。でももう分かる、それもうめちゃくちゃ分かる、言うてることは。うん、あいつだから髪の毛、身長、服装がめちゃくちゃですよ、考えたら。もともとのポテンシャルは2くらいだもんね。うん、ださ、なんていうの、ブサイクとかダサイとかそういう意味じゃなくて、うん、なんか、あいつの見た目って実は2くらい。ある意味刺身は10なんですけど、その点ね。うん。あいつがだから、5年後、10年後、全く違うやつになってると思うよ、見た目。で、キングオブコント1年目の時こんなんでした。で、うわ、竹山ってそういや、本当にこんなんやったわって、一番なるタイプの芸人と思います。あうん、定まってないから。確かにな、うん。後輩力は半端じゃないですよ、やっぱ。まあね、刺身といえばみたいな。刺身といえばみたいなとこありますね、やっぱ。可愛がられ力。確かにね。もう鬼越のりょうちゃんを毎日のように刺身誘ってましたからね、うん、やっぱまとめてくれる場をいい具合にどういうことまとめるなんつうんだろうなんかこうトラブルが起こったらなんか両方こうちゃんとそんなトラブル起こるのこういつの飲み会トラブルいや俺トラブル起こるどういうこと揉めはせんやろ揉めはしないけど、うん、そうそうそう刺身のおかげで揉めてないかもしれないなもしかしたらもしかしたらそうなのかもねやっぱ一時期やっぱりょうちゃんがモグラを見放した時期もあったからやっぱ今やねキングオブコント優勝してこういう家庭もできてまあちゃんとあったけど本当にやっぱクズだから、うん、モグラはあのりょうちゃんあの鬼人のりょうちゃんですらもうあいつはダメだってなって、うんうんうん、もうちゃんいろいろ言ってるのに、うん、ちゃんとしないからあその時に多分尽力したんだと思う刺身が多分間持ってあそれは多分ってこと、うん、その見たわけじゃない見たわけじゃないけどああでも多分そういうことやな裏で動いて、うん、多分いい具合にこうなるほどねうんまあねあの
ここに通ずるんですけど、うん、ネタとかマジで面白いと思うね、俺、そいつのやつやっぱり。もちろん。で、トークもめちゃくちゃ面白いし、うん、切り返しとかキレ、うん、いじられた時の。でも、なんかセンス、なんかあいつから溢れ出るセンスがない。うん、何も。すごい力よね、それって。逆に言うと。やっぱおかしいもん、単独のチケットがあんなに売れてないの。カリスマ性だよね、だから。そう、そうだ、そうだ、それだ、それだ、センスやったらちょっとかわいそうだよ、うん。いや、カリスマ性もかわいそうか。カリスマ性なのよ。カリスマ性なの。これなんでなんだろうな。だからやぼったいんだよな、すべてが。これなんでなんやろうな。刺身はなんかその、そういうことじゃないやん、カリスマ性とかセンスとか。キャラクターもっとカリスマ性あってもいいよね、松本に。そう、もっといいバランス、もっと設楽さんみたいな雰囲気があれば、うん、そいつどいつはもうすごいことに、ギャップがね、より塊もさ、なんか意地、なんつうの、うじうじしとる部分あるしさ、情けない部分あるし、うん、いっぱいダメな部分あるけど、なんかカリスマ性あるやつ、カリスマ性あるね。大喜利死ぬほど強いとかじゃないと思うね、塊って。うん、で、そのコメントコメントがめっちゃ尖ってるとか、うん、そういう感じでもないやん、塊って実は、うん。でもなんかカリスマ性あるやん、うん。こいつなんかカリスマ性ないねん。そうなんだよね。これはどうしたらいいんだろう。おかしいもん、あいつネタ書いてんねん、全部の。で、おもろいやん、そいつドイツのネタって、うん。単独俺見たけど面白かったよ。やっぱすごいなと思った。うん、これ全部こいつ書いたやん。あの、なんだっけ、すげえな、こいつら。うん、でもすげえな、松本って思うんやけど、やっぱ。うん、なんでこのみんなもっとあいつをすごいって言わんの？それはカリスマ性がないからな、あいつ。でもそれがいいとこなんだけどね。だからこれがあるっていうのもあるんやけどね。うん。これ不思議なのよ。あいつが一番今、最初機嫌よかったのが今マジでちょっとへこんでると思うんやけど、この動画見てくれてたらね。いや、間違いなく見るよ、こんな自分のこと言うてんから。これはでも、だから可愛げがアップしてるのかもしれんけど。ある意味、うん、なるほどね。やっぱ塊とか絶対そのお笑いルポライターに切れたりせえへんやん。優しいず、男性ブランコ、空気階段ってなんかやっぱ洗練されてるやん、みんな。ああ、サンシャイン寄りというか、こいつ。サンシャインが一番やばい。サンシャインもそうやん。サンシャインもそう。サンシャインも本当にそうやんか。坂田なんかお前1年間で100本ネタ書いてるっすよね。間違いなくセンスあるやつやのに、なんかマジでダサいやん、サンシャイン。一番ダサい。サンシャインもやるけど。サンシャイン、サンシャイン属性になってもうてんねん。サンシャインが最悪みたいになってる。ただ死ぬほど可愛いやん、サンシャインと2人とも。可愛い、可愛い。これ可愛くなっちゃうのよ。そうなんだ、カリスマ性はほんとないね。佐伯って童貞でハゲやのに、いいやん、なんか。いい、わかる。塊だよね。塊属性だ。怖いやけど。これだ、塊になるか、坂田になるかって。坂田だね。坂田になっちゃってるよ。だけどまあ。坂田になっちゃう。金髪とかすんじゃねえの、金髪なんてもうダメよ、ほんとに。これ なんでなの。でも、果たしてじゃあ、カリスマのが高いことがいいのかどうかは分からへんけどな。うん、芸能界とか芸人として。芸人としてね。うん、面白いところなんだけどね。うん。一筋縄じゃない。分かる分かる分かる。その、単純じゃないんだよね。実は、うん、めちゃくちゃいいやつなんだけど、うん、やっぱこの誰も理解できてないっていうか、まだこの人格だからこれどっちなの、人格が実は、あ、未知数というか未知数なんだよね、これが。そう、実はこう未知数、まあこう明るいやつこう振る舞ってたと、学生時代は、うん、でこうめちゃくちゃいいやつなんですけど、うん、その NSC の時、うん、竹馬曰く、うん、めちゃくちゃ嫌なやつだったんだよな。ああ、そう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 、後輩に嫌われてたんだよ。あの久しぶり、実は。うんうんうん。そんな時代もあったんですよ。うん、嫌なやつだった時代が。うん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 。なんかお前、なんか、全部竹馬に、お前、なんかできんのみたいな。はい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 。ようなやつというか。うん。ほんで今、巡り巡って、なんか、めちゃくちゃ後輩力のある、うん、めちゃくちゃいいやつ。うん、なってるわけじゃん、うん、でもやっぱちょっとおかしいんだよね。あいつあの感じやっぱ
10年以上彼女いないから全然女っ気とかもない。やっぱちょっと変だ。なるほどね。変わってんのやっぱ。確かに人格がちょっとなんか普通じゃねえっていうか。確かにな。あの感じであんなに明るくてあんな感じなのにモテないいじりとかもされてないのよ。ずっと彼女おらんことをいじられたりもしてないのか。あんまいじってねえわ。急にめっちゃ泣いたりするじゃん。そうだよね。ブワーって。なんだっけ、それがまあ、決勝決まった時とかね。それはわかるけど、うんうん、なんかこう。わかりやすくこいつええやつやなっていう時と、うん、マジでどういうことかわからん時もあるかな。二重人格なのかもしれない。もう言っちゃった。いやいや、ダメだよ。バカバカが予想してるな。もしかしたらね、誰も知らないところで誰も知らない刺身がいるのかもしれない。ああ、夜家で一人でいる時とか。確かに全く違う刺身なのかもしれない。確かにその辺はちょっと。でもやっぱ涼ちゃんの一言で心がこう軽くなったっつったもんね。なんかこう昔のそういうエピソードを話したら、うん、いろんなことがあってこう学生時代の、うん、そしたらもうりょうちゃんが一言、うん、刺身キモいねって言った時に、うん、ああ心が軽くなったっていうね。なるほどなるほど。だからこう深みはこっから出てくるんじゃない、刺身のいろんな面が。そうもしかしたらね。夢占いあれ何やねよあいつ夢占いやってたよな。やってたうちがやで。あれは本当にマイナスですそいつのやつ。やらない方がいい、夢占い。マイナスだったよね。これもこれも、これにも関わってくる。ああいうことやるから、やっぱこれがどんどん減っていってる。とか思ってる。夢占いやったね。やっぱ坂田もポエムみたいなようつぶやくやん。あれ村上泉だった。そう、しずるの村上さんいつも。しずるの村上さんももうカリスマ性ないよやっぱり。ないよ、一周回ってね。このままやと村上さんの敬語になっちゃう。しずる村上さん、最初にした方はそいつそいつ松本になっちゃう。やっぱこれやめましょう、夢占い。ゼロやな。そのジロを空海だと固まりにしてくれない。そう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 そっち行かないと。そうやね、今後のカリスマにならないと。確かにそうやな。二極化しちゃってるよね、今年っていうのは。そう。だから、竹馬もう、夢占い、今ならまだ間に合うから、なかったことにしよう。いや、もうやってねえよ、さすがに。だから、消せ、証拠。あ、過去の。過去の証拠を。資格取ってたからな、夢占い。夢占いの資格って。意味わかんない。あいつの方がちょいちょいなんか焦んのよ。なんか、どうって構えといたらいいやん。やっぱりなんかこう、もっとなんかいろいろやらなきゃかなみたいな。そんなん言わんやん、子孫の二郎さんとか、空気階段塊って。言わない、ね。コントだけやっとってもやばいんじゃないかな、みたいな。だから坂田で言うね、やっぱその、まあ、ラジオとか。まあ、あれはね、まあ、あれはいいんやけど、面白いコントを書く人間なんですから、夢占いなんてやらんほうがいい。これやることによってこうなってくるから。こんなもんもう殴ってください言うとるようなもんだから。これを出すためのこれなんやから。でも それはいいんやけどね。いいんだけどね。いいんやけどな、そう考えたら。じゃあ線が切るということで、ね、こうなりましたね、うん、これでいいかな。はい、ということでございまして、はい、そいつどいつがの芸人メーカーがこんな感じでございます。はい、そいつそいつ本人はマジで何も気にしなくて大丈夫です。はい、勝手にすいません。素晴らしいコンビです。これからもよろしくお願いします。